DJ ストアライト。これからちょっとヤンゴンダウンタウン探検したいと思います。ミャンマー人の友達がいるんですよ。僕ミャンマーの友達がいて、そこの待ち合わせ場所があるんで、逆方向かな。こっちは明らかに暗いっすね。あ、でも合ってるな。目的地着いたかな。この辺なのかな。まだちょっとね、待ち合わせ時間ちょっとあるんで、この辺徘徊しながらちょっと裏路地とか通って時間潰して、このオンタイムにここに戻ってこようと思います。メロジャム TV DJ ソアライツ、ミャンマーインヤンゴンですね。メロジャム TV 食べブログバージョンですね。はい、食べブログじゃないが旅ブログですね。はい、やってるんですけど、ミャンマーの、ね、ダウンタウンを今徘徊してます。結構暗いですね。こっちの方は暗いんですけど、いろいろこう見ていきたいと思います。で、まあ、治安は良さそうですね。こんな感じ歩いてて、いろんな人とすれ違うんですけど、まあ、そんなに治安は悪そうじゃないかなっていう感じがしますね。でもこう喋りながらカメラ持って喋ってるから、めっちゃ見ていきますね。はい、なんでちょっとこの辺5分10分は適当に歩いてみようかなと思います。景色見てどんな感じか、チェックワンツーしていきたいと思いますね。はい、そんな感じでちょっとカメラを前の方にしようかな。いえー、そんな感じで、うん、これやっぱ暗いな。このまま真っ直ぐ行くと動物園とかがぶつかったりするはずなんですよね、 Google マップの情報によると。でも一気に暗いな、こっちの方は。こう回りましょうか。こっちの方行こうかな、車多いところ。うん、どうなんだろう、この辺のエリアは。シャッターも閉まってるな。おお、びっくりした。まあ下等感かなりありますね、こっちの方が。ほんと明るいところから10分ぐらい経ってですね、マーケット、こんな感じですね。ストリートマーケットありますね。フルーツショップ SP ベーカリーなんかありますね。うん、なんかちょっとベトナムとかにも近い感じしますね。なんかこの下等感結構やばいですね。ちょっとね、パタヤとか行った時もこういうところ撮ろうと思ったんですけど、なかなか回らなかったかな。いろんなとこ行ったりして疲れて夜寝ちゃったりしたんですよね。あとまあ友達とかと合流してたんで、お酒も飲んだりしてたんで、なかなかちょっと取って、あ、コンビニだ、 ABC コンビニエンスストア、なるほど、こういうのがあるんですね。あ、こっちにもありますね。オープン24時間アワー、 OK、 なんかいますね。いやー、結構下等な感じですよ、この辺。まあ、10分ぐらい歩こうかな。10分ぐらい歩いて、ちょっとこの裏路地チェックワンツーしていきましょうか。車の一通りも、車のこの雑音みたいなのもなくなりましたね。まあ観光客は来なそうなエリアですね、ここは完全に。やっぱこの電線の感じはちょっとタイに似てますね。タイもむき出し、もうバーンって感じだったんで、もう切れてもそのまんま足らんって感じでしたからね。ちょっと似てるかな。あ、なんか日本語、焼き鳥って書いてある。 JCB が使える、 JCB ビザマスターですね、使えますね。日本人和食ですね、焼き鳥屋さんがありました。結構有名店なのかな。でもなんか日系人っぽい人が食べてましたね。はい、ってことはこの辺はそれなりにあれなのかな、トイザラスみたいなパクリのトイズビヨンド、トイズビヨンド。おお、ゴミ収集車いかついな。トイズビヨンド、トイザラスの完全パクリですね、ロゴ。ジョジョホットポット、何なんだろう、鍋みたいなやつなのかな。コリアンタイなんとかチャイニーズ、コリアンタイチャイニーズ料理屋レストランみたいな感じですね。チリポット、まあなんかこの辺ご飯屋さん多いですね。なんだかんだちっちゃい子供も歩いてるんで、あれでしょう、治安はよくいいんじゃないでしょうかね。
その危ない空気感は全然僕のセンサーも反応してないんで、やばい空気感は感じないですね。ただちょっとこの暗くて下等感があるないって感じですね。おナイトマーケットみたいなところ来たのかな。はいはいはい。あ、バナナの形が独特、太いですね。いや、回ってみましょう。バナナいっぱいありますね。何これ、悪魔の実みたいなのが売ってますね。ドリアンかな、すごい。あ、こっち回りましょう。こっちの方が街っぽくなってくるな。ちょっと明るいですね。車やっぱ多いな。車多いですね。 OK。 一応ね、友達との待ち合わせ時間があるので、そう、その合間にちょっとこっち裏路地チェックワンツーストリート徘徊してますね。そうですね、20時10分、20時8時に待ち合わせしてるんで、ちょっとそうですね、惜しい。そうですね、そっちの方パークロイヤルヤンゴンってところに戻りたいと思うので、このブロック一周したらちょうど着きそうなんで、この辺ちょっと歩きながらお届けしたいと思いますね。ちょうど5分、この辺で5分で、半分ぐらいで5分なんで、戻ったらちょうど5分ですかね。そんな感じします。治安は良さそうですね。僕カメラ持って iPhone 持って歩いてても別に全然ひったくりとかに合いそうな空気感もないので、全然ブラブラ歩けますね。あ、ピザハットとかもある。チェーン店も並んでますね。さっきの道よりやっぱこっち曲がったら軽くなりますね。道路も綺麗な感じがします。はい、うん。まあ、子供もいっぱい歩いてるから、そういった意味でも安全なのかなと思いますね。はいはい、いいですね。キリン一番絞りとかのステッカーがありますね。あ、ビザバス JCB、 うん、サインなんとか、なんだろう、マスターは使えるのかな。カフェベーカリーレストラン、アメックスのロゴがないですね。 JCB、 アメックスのロゴがあったらビザですね。ここもビザだな。やっぱウェルカムビザばっかりですね。ビザ JCB ですね。アメックスは使える。ラーメン、ジャパニーズヌードル、おーシェッ、車にぶつかりそう。ジャパニーズヌードル屋さんがあるな。日本式ラーメンみたいな。この辺日本人もやっぱじゃあいる。まあでもダウンタウン中心街ですからね、割とちょっと外れたところですから、外れたというかやっぱ日本人とかもよくこっちの方が来るのかな。ナイトマーケットもありますね。ちょっとナイト、なんだろう、ショップなんていうんですかね、ああいうの屋台。こっちもあるな。やっぱあのシティエクスプレスと ABC、 あれはよく見かけるのかな。あ、なんかタピオカ屋さんもあるじゃないですか。 T ブラック OK。 多分時間がまだ結構あるから、一応ホテルにあったミネラルウォーター持ち歩いてるんですけど、とりあえず水はゲットしなくて良さそうかなっていうところですね。ちょっと待ってください。まあちょっと雑ですいません。今ちょっと日本人の人と LINE で連絡来たので、ちょっとそれで場所を教えてあげたいかなと思いました。パークロイヤル、おっと、あ、ちょっと待ってください。一旦切ります。ちょっと空港で合流、リンクした日本人の人とこれから会う約束して、ちょっと時間も時間なので、ちょっと LINE の方を返したいと思うので、一旦この辺で終了したいと思います。また後で路地系はやりますので、お楽しみください。久しぶり。車じゃなくてもこの裏にお店あるんで、そこ今ダウンタウンでね、友達、もうなんだろう、15年くらい前からのね友達、僕が渋谷でコンビニでセンター街でアルバイトしてる時に一緒に働いて、あ、ここ有名ななんかレストランで聞いた。いやー、メロージャム TV DJ ソーライスシェーダーゴンパドコからチャンネル登録よろしくお願いします。イエーイ。